ご機嫌クッキングのコーナーです。今日はタルトタタンの菊池先生に教えてもらいます。お願いします。よろしくお願いします。今日作るのはこちら、焼き芋で作ろうスイートポテトを作ります。材料こちらです。それでは先生よろしくお願いします。お願いします。はい、それではこちらのさつまいも、焼き芋を皮を剥いた状態です。こちらでラップをかけて、フォークで大きい塊がなくなるまで潰してもらって、ラップをかけて電子レンジで500ワットで2分加熱してください。で、熱々のうちにバターを入れた状態が今こちらの状態になります。で、バターが溶けましたらグラニュー糖を入れていきます。から作るっていうのが今日は一つのポイントですね。グラニュー糖が混ざりましたら卵黄を入れていきます。はい、卵黄1/2個が入りました。ボウルにどん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 材料を入れていくということですね。はい、次に牛乳を加えていきます。スイートポテトって私実際に家でも作ったことあるんですけど、こしたりとか結構手順が多いイメージなんですけど、うん、そういった焼き芋から作れば生クリームを入れていきます、うん、そういう必要がないというのは簡単ですよね。ボウル1個でできるということです、うん、どんどん滑らかになっていきます。生クリームを入れるとしっとりしたスイートポテトになるので、牛乳だけではなくて生クリームも入れた方が美味しく出来上がります。クッキングの時って、クッキングとかデザートを作る時ってどうしても滑らかな状態になったらこちらで生地は完成になります。洗い物が多くなるじゃないですか。少なくて済みます。今日混ざったらどうするんでしょうか。こちらのカップの方に生地を絞り袋に入れて流していきます。絞れるぐらい滑らかってことですか。結構簡単に絞れるので、あ、綺麗、かわいい。で、生地を絞りましたらこちら水と卵黄を合わせたものになります。こちらを表面に塗っていきます。これを塗ると焼き色がしっかり出て美味しく焼けますので、でこちらの上に黒ごまを散りばめます。これがワンポイントでいいですね、うん、こちらを、はい、200度に予熱したオーブンで20分焼き色がつくまでしっかり焼いてください。はい、はい、焼き上がったものがこちらになります。いい色に焼き上がりましたね。こちらで完成になります。はい、完成しました。それでは材料を振り返っていきましょう。焼き芋、市販のものなど 400g、 無塩バター 24g、 卵黄 1/2 個 9g、 グラニュー糖 26g、 牛乳 45g、生クリーム 40g、 黒ごま適量、そして艶出しに使ったものです。卵黄 1/2 個 9g、 水 5g、 直径5センチの紙カップ9個分で今日は作っています。材料レシピはホームページテレリンクに掲載しています。なお今日のクッキングの内容は放送終了後、新しい情報サイトテレイマヤでもご覧いただけます。こちらも合わせてご確認ください。さあ、それではいただきましょう。いただきます。いただきます。ちょうどいい、かわいいサイズですね。焼き目もいいですね。こんな感じで、あ、なんかこんな感じ、おお、美味しそう。いただきます。美味しい。お先に失礼します。どうぞ。とっても滑らかですね。本当だ。ね、焼き芋からできちゃうならもうスイートポテト、私一生この作り方で作ります。それくらい滑らかですし、
さつまいもの味もしっかりしてて甘みがあって自然な甘さでね、うん、美味しいですね。美味しいです。ちなみに先生、あのさつまいもっていろんな種類焼き芋あると思うんですけど、これがねっとり系がおすすめとかホクホク系がおすすめとかあるんですか？はい、紅あずまとか、まあ、何でもお好みで。なるほど。またちょっとさつまいもの品種を変えても、いい紫芋でやったら紫になるし、そうですね、味わい2種類で使っても彩りが違うスイートポテトになったり、うん、楽しみ方できそうですね。美味しい。アレンジも効きそうです。秋にぴったりのスイートポテト、焼き芋から皆さんもぜひ作ってみてください。まだ食べたいんですけれどもね、はい、次のコーナー行きましょうかね。それでは来週月曜日のメニューです。テーマはホクホク蒸し料理です。フライパンで皮なしシューマイを作ります。皮がないシューマイということなんでしょうか、うん、気になりますが、材料は豚ひき肉、人参、オイスターソースをご用意ください。今日はタルトタタンの菊池先生に教えてもらいました。ありがとうございました。先生ありがとうございました。皆さんもぜひ作ってみてください。